名鉄も3350系電車。名鉄も3350系電車。名鉄も3350型電車は、名古屋鉄道、名鉄が、主に優等列車運用に供する目的で、1940年、昭和15年から1941年、昭和16年にかけて導入した電車でる。名鉄の直流線5 0 0ボルト電化路線において、 運用された釣り掛け駆動車各形式のうち、間接自動診断制御機を搭載する AL 車に属する。も千3350系、初代は3400系、流線に次いで、愛知電気鉄道由来の東部線へ導入されたに、扉セミクロスシート仕様の優等列車用車両であり、制御電動車も3350系、初代のほか、同形式の制御車、区2050系、 および両運転台構造のも3350系、初代を、型運転台構造へ、設計変更した制御電動車も3650、型が、同時に申請された。も3350系、初代、92050型については、太平洋戦争終戦後に実施された、形式称号改定に際しても3600系、2代、9600型と形式を変更した。 形式称号改定後は、上件三形式を総称して3600系とも、故障され、もう3600系、2代、9600型は1987年、昭和62年まで、もう3650型は1988年、昭和63年まで、それぞれ運用された。以下、本校においては、上件三形式を総称する場合は、 本系列と記述し、また、編成単位の説明に際してはも3350系、も3600系及びも3650系の車両番号をもって編成故障とする、例も3601区2601の2両で、蘇生された編成は3601編成。名鉄は1938年、昭和13年に、 東部専用車両の3400系及びなき鉄道、由来の西部専用車両の850系という、流線系、車両に系列に次ぐ、直進型車両の申請を計画した。直流 1500V 電化の東部線へ導入する、車両は3400系、もう3400系へ、区2400系に次ぐ、新規形式との意味合いから、 制御電動車も3450系及び制御車、区2450型と、仮称され、一方直流 600V 電化の西部線へ、導入する車両はも3500系、区2500型と、仮称された。各形式とも、将来的な東部線、西部線の統合による、東西直通運転を視野に導入が計画された、ものであ。このうちも3450系、 区2450型について、名鉄は1938年、昭和13年11月に、車両設計認可を管轄省庁へ申請した。この時点でのも3450系、区2450型は、名機鉄道当時に申請された、西部専用車両であるも800系の、構えから出主要設計を踏襲し、電気系統のみを、 直流1 5 0 0ト電化対応とした改良型車両として計画された。したがって、認可申請書類に添付された構え体設計図面も、もう800系及び同系制御車の国千3 0 0系、初代のものがそのまま転用された。しかしその後、豊橋線、東武線の幹線に相当、現名古屋本線の神宮前伊藤から、小坂井線を経由して、小坂井より、 豊川鉄道、三新鉄道に乗り入れ、飯田に至る直通急行列車の運行計画が浮上したことなどを受けて、も3450系、国1450型を直通列車運用への充当にふさわしい外観と、設備を持った車両とするよう計画が変更され、両形式は構えからだ、主要機器とも完全新規設計によって製造されることとなった。 翌1939年、昭和14年5月16日に、日本車両製造本店において作成されたも3450系の設計図面、組マイナス2波6081は、前後つまめに貫通扉を設けた貫通構造こそも800型を踏襲したものの、溶接工法の採用、窓上補強体、ウィンドウシルを省略したノーシル構造、 一段上昇式の側窓、車内客用扉間に設置された転換クロスシートなど3400系にて採用された設計を各部に取り入れたものへ全面的に変更された。また、同月19日にはも3450系の設計を踏襲しつつ、変運転台構造に設計変更したく2450系の図面、組マイナス2波マイナス608が作成されたほか、 のちにも3650系の形式称号が付与される型運転台構造の制御電動車の図面、組マイナス2波マイナス6083も同日付けで作成された。さらに、制御電動車へ搭載する制御装置に、当時最新型の多段制御装置であった、東京芝浦電機、現、東芝製の電空油カム軸式制御装置を採用することも決定した。 名鉄は1940年、昭和15年7月に蒸気設計変更を反映した設計変更認可を申請。同時に、仮称も3450系、区2450型とされた車両形式についても変更された。本系列は、愛知電気鉄道当時に申請された、東部専用車両であるも3300型。 もう3300系のカッター運転台構造版であるも3600系、初代及び同系制御車の国2040系、以上3形式の後継形式と位置付けられ、両運転台構造の制御電動車はも千3350系、変運転台構造の制御電動車はも千3650系、制御車は区2050型と、それぞれ続版となる車両形式が付与された。 蒸気経緯により、1940年、昭和15年12月から翌1941年、昭和16年6月にかけても 3, 3, か 3,、も3350系3351から3354、も3650系3651.3652、92050系2051から2054の3、形式合計重量が東武線へ導入された。 前日の通り、車体外観はも800型と同様に前後、貫通構造ながら、各部設計には、流線系、車両3400系の流儀を取り入れたものとされた。そのため、本系列と3400系の関係は、日本国有鉄道、国鉄における、モハ52系、流電とモハ43系、反流型の関係になぞらえて解説されることがある。 構え体主要部分を普通構成とした、車体長 17,600mm、車体幅 2,700mm の半構成車体を備える。車体長はも800型と比較して 100mm 延長されたものの、大写真皿中心間隔は 12,000mm で、変わらず、大写真皿中心からつままでの寸法、オーバーハングを前後角 50mm 延長して、 差分を吸収している。外反は3400系と同じく溶接構造の全面採用によってリベットを廃止、窓状の補強体であるウィンドウヘッダーが露出しない構造としたが、屋根部構造については3400系において採用され幕板部から屋根部にかけての外反を連続処理した張り上げ屋根構造ではなく、もう800型と同様に、幕板上部で屋根と側板が区分される。 普通屋根構造を採用した。前後つまはも800型と同様に緩い丸妻ま形状とし、つま中央部には 660mm 幅の貫通扉を備え、その左右に 750mm 幅の全面窓を設けた。これらの寸法もも800系の設計を踏襲したものである。ただし、全面及び側面のべての窓は3400系と同様に、 窓枠上空部を曲線形状に処理し、窓構造もも800系の上段固定下段上昇式の2枚窓構造ではなく3400系の一段上昇式の1枚窓構造を踏襲した点が異なる。全照灯は白熱灯式のものを一灯、前面や昆布中央に埋め込み型のケースを介して設置した。側面には500ミリメートル幅の乗務員扉。 775mm 幅の側窓、1080mm 幅の片開け客用扉をそれぞれ配置した。側面窓配置は、両運転台構造のも3350系、初代が D2D10D2D、D, D, D 乗務員扉、D 客用扉、各数値は、側窓の枚数、変運転台構造のも3650形及び、92050型が、 D2D10D3 である。客用扉間の側窓は3400系と比較して1枚増加しているが、その分3400系より、側窓の開口幅は 25mm、客用扉幅は 120mm、それぞれ縮小されている。客用扉上辺は3400系のように、アーチ状の曲線形状とはせず、一般的な直線形状とした。 客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている。その他、前後つま面の貫通扉と乗務員扉は、扉を閉めた状態で外反と扉が辛い地となるよう設計され、また扉倉下には外反の倉下補強体、ウィンドウシルト位置を合わせて、同形状の帯材を置け、 外観の一体性を高める異常とされた。屋根帳には、ガーランド型ベンチレーター、通風機を採用、もう3350系、初代も3650型は1両あたり5機、区2050型は1両あたり6機、それぞれ中央部に一列配置した。車体塗装は3400系において採用された、濃炭力の二色塗装ではなく、 当時の名鉄標準塗装であったマルーン一色塗装とした。また、側面コシータブの切り出し文字による車両番号、車番表記は3400系と同じく名機由来のローマン書体とは自体の異なるアイデン由来のボールド体のローマン書体によるものとされた。座席は3400系と同様に転換クロスシートを採用した。 ただし本系列は3400系とは異なり、客用扉間の座席のみを転換クロスシートとし、その他の座席はロングシートとしたセミクロスシート仕様である。これは3400系が車内床部に設置された主電動起点圏外を車内通路幅に合わせた一列配置としたのに、対して本系列はも800型などと同様に主電動起点圏外を 枕木方向に3枚列設置したことによるもので、もう3350系、初代及びも3650型については、客用扉間の側窓のうち、各客用扉に隣接する、側窓1枚分の座席についてもロングシートとした。運転台は、片隅式構造とし、車内からつま面に向かって、左側の運転台スペースにの見仕切り壁が設けられた。 車内照明は白熱等式で直流 100V 電源による 128W の白熱電球照明を一両あたり個設置した。制御装置は前日の通り、東京芝浦電機 PB- に冷電空油扱ム軸式間接自動制御装置を採用した。立候制御段数は直列13段、並列12段弱め回次2段の計27段で、 これはも800型に搭載された、東洋電気製造 ES-509、衛制魚装置の立行制御段数10段、直列5段、並列4段弱め回、G1 段の約3倍に相当し、加速時の前後衝動の少ない快適な乗り心地を実現た。PB-2 衛制魚装置は、ゼネラルエレクトリックが開発し、ニューヨーク市地下鉄などへ納入した。 p c m 油圧シリンダ制御式カム軸制御装置を設計の基本に制御装置内部の接触器を上下2列配置としてカム軸を一軸に回転方式に改良した機種で名鉄のほか西日本鉄道へ同型機種が納入された本系列の製造当時東京芝浦電機 p a p b 系制御装置と同等の制御段数を備える機種は 日立製作所が東京横浜電鉄、現東京急行電鉄へ納入した MMC-200 制御装置、立坑21段しか損せず、当時の量産型制御装置としては異例の多段制御装置であった。主電動機はも800型と同様に、東洋電気製造 TDK-528 系直流直巻電動機を採用。 直流 1500V 対応機種の TDK-5285G、端子電圧 750V 時定格出力 112.5kW、同定格回転数 1188RPM、三千 3350K、初代も3650が第1両あたり4機、搭載した。同等特性の主電動機を搭載する 3400K が、 歯車比を2.64としたのに対して、本系列は歯車比をも800型と同一の3.21に設定した。そのため、前回時事定格速度は3400系の時速 76.0km に対して、本系列では時速 64.0km となり、軌道加速度や低中速域の加速特性が向上した反面、高速域の加速特性は低下した。 駆動方式は吊り掛け式である。台車は蛍光組み立て型の吊り合い両式台車である日本車両製造 D16 を全車とも装着する。本系列が装着する D16 台車は3400系の D16 台車とは異なり、軸受けをも800型などと同じく平田軸受け、プレンベアリングしようとしたが、固定軸間距離はも800型などが装着する。 D16 台車より 50mm 延長し、3400系が装着する、コロジ軸受け、ローラーベアリング仕様の D16 台車より 50mm、短い 2250mm に設計変更されている。制動装置は、日本エアーブレーキ、現、ナブテスコが開発した、営動ベ弁を用いた、自動空気ブレーキを常用制度として採用、もう3350系。 初代も3650系の制動装置は AMA、92050系の制動装置は ACA とそれぞれ故障された。その他、全車ともて用制度を併設した。終電装置は、菱型パンタグラフをも3350系、初代も3650が第一行あたり1機、搭載し、連結機は従来車と同様に、並形自動連結機を採用した。 その他、低圧電源供給用の電動発電機や、制動装置などの動作に用いる、空気圧供給用の電動空気圧縮機といった、補助機器はいずれもも,も3350系、初代も3650型へ、集中搭載いた。本系列のうち、制御車、9050型は、制御電動車も3350系、 初代も3650型に先立って1940年、昭和15年12月に落成した。この時点では、編成相手となる、関節自動加速制御、AL 制御仕様の電動車が、固定編成を蘇生した3400系を除いて、東部線に存在しなかったことから、国2050型は、暫定的に関節非自動制御、 HL 制御用の主観制御機を搭載して落成し、も3200系及びも3300型などの HL 制御車と編成して運用された。翌1941年、昭和16年6月にはも3350系、初代も3650型が落成、区2050型も主観制御機を本来の仕様に服して、両形式と共に運用された。ただし、 竣工届は空2050型を含め全車とも1941年、昭和16年6月23日付で提出されている。なお、前述した本系列を使用した豊川鉄道、三新鉄道への直通運転構想は、本系列の竣工に先立つ1940年、昭和15年11月に3400系を用いて、試運転が行われ、 車両限界などに支障がないことが確認されていた。当時の地元市においては、翌1941年、昭和16年12月より、直通運転が開始される旨が報じられ、具体的な運行ダイヤも決定していたとされる。しかし、当時の施錠は、太平洋戦争激化に伴う、戦時体制へ移行しつつあり、軍事輸送の必要のためを理由に、 直通列車計画は中止された。その後、戦時体制下における輸送量増加を受けて、全車とも混雑緩和のため客用扉間に設置された座席の内半数を撤去して立席面積を拡大する改造が実施された。この撤去後には戦後ロングシートが設置され、転換クロスシート部分は客用扉間の左右計8脚のみに縮小された。 戦後の1952年、昭和27年9月に実施された、形式称号改定において、も3350系3351から3354、形式。シャバントモ初代は、旧アイデンで、ハ3600系の後ろ身であるも3600系3601から3604、形式。シャバントモ代と、形式。 記号番号を交換する形でも3 6 0 0三3 6 0 1から3604、形式、シャバンも2台となった。また同時に空2 0 5 0二2 0 5 1から2054についても空2 6 0 0二2 6 0 1から2604と、形式、記号番号が変更され、もう 3650K3651.3652 については、 形式、記号番号の変更は実施されず、移行本系列に属する重量は廃車までこの形式、記号番号が付与された。1948年、昭和23年5月12日に、西武線に属する主要路線の河川電圧1500、ボルト昇圧工事が完成し、同年5月16日より金山橋、現、金山を境とした、運行系統分断を解消して、 東西直通運転を開け、従来、豊橋線、明紀線と呼称されていた、東武線、西武線の幹線は、名古屋本線に統合された。ただし、この時点で昇圧された、旧西武線に属する路線区は、明紀線の北海の山線、津線、微西線のみであり、また、旧東武線に属する支線区についても、西尾線、蒲郡線など一部路線区は、昇圧対象に含まれず、 従前の河川電圧600ボルト仕様で損棄された。戦後の混乱期を脱しつつあった1950年、昭和25年頃より、河川電圧600ボルト仕様の四川区のうち、沿線に観光地を有する広見線、八王子線、西尾線、蒲郡線の各路線区について、名古屋本線など幹線系統からの直通特急列車を運行する計画が浮上した。この際、 当時名鉄が保有した一般列車用車両のうち一部が撤去されていたものの、優等列車運用に適する転換クスシート使用者であった本系列が直通特急列車用車両に選定された。直通特急列車用車両への格上げに際しては、もう3650系2両を除く8両がその対象となり、もう3600系前車は電圧転換装置を新設して、 直流6 0 0ト電化区間及び、同1 5 0 0ト電化区間の両方を、走行可能な副電圧車両へ改造された。また、も3 6 0 0系、9 2 6 0 0系前車について、客用扉間の座席をすべて、転換クロスシート仕様に改装し、車内放送装置が新設された。車体塗装についても、戦後ダークグリーン一色塗装に改められていたものを、 3 8 5 0系の採用を機に、当時の名鉄の優等列車用車両における標準塗装とされてた下半分マルーン、上半分ピンクの二色塗装に変更された。またこの改造に際して、従来固定されていなかったも3600型特2 6 0 0系の編成は、末尾道番号の車両による固定編成となり、もう3600型は全車とも、豊橋が集まめ ヒパンタグラフ側の運転台撤去して、変運転台構造に改められた。もう3601も3602も3604は、運転台機器を撤去したのみで乗務員扉及び、車内運転台仕切り壁は損置されたが、もう3603はそれらを含めて、運転台を完全撤去して客室化し、乗務員扉後には、他の側窓と同一形状の窓を新設したため、 同社はも3650型との外観、使用上の際が消滅した。1955年、昭和30年に3601編成、も3601区2601、3602編成、も3602区2602が、春工。沿線には、同年に、国定公園に指定された三河湾や、西の浦温泉などの観光地を有し、 最も直通列車運行の要望が高かった、西尾線、蒲郡線と名古屋本線を直通する特急列車運用に充当された。翌1956年、昭和31年には3603編成も360区、も3603区2 6三3 3 6 0 4編成、も3604区204がそれぞれ竣行し、同じく四川区直通特急運用に充当された。 一方、もう3650系3651.3652が対応する制御車が存在しないため乗じた形式と混用されたが、1957年、昭和32年により3500系も3500型を伝送解除、制御車化したく2650系2651.2652と末同番号の車両による固定編成を蘇生した。 国1650型は3500系に属する車両形式であるため、もう3650型と比較すると、車内座席がロングシート仕様である手にや、外観上窓上部にも補強体、ウィンドウヘッダーが設置されていることなど、細部の仕様には相違点が存在した。1960年、昭和35年により、本系列前車を対象二重整備工事と称する。 車体各部の更新修繕工事が施行された。初期に施行されたも3650系及び3603編成は、外観上の変化は軽微に止まったものの、1963年、昭和38年以降に施行された3601編成、3602編成、3604編成の計6両については、施行内容が土下され、 運転台位置のかさ上げによる、高運転台化及び、前面窓の小型化、外反張り替えに伴う窓上部部の直角形状化など、外観に大小の変化が生じた。そのため、も3650系及び3603、編成を除く、各車両は、重整備工事施行以降、原型の優美な印象が失われたとも評された。同時に、 2650型を除く前車について、客用扉に隣接する転換クロスシート計8脚をロングシートに改装し、また3604編成のみは、車内壁部を従来のニス塗り仕上げから単緑色のラッカー塗り仕上げに変更した。その他、3603編成及びも3651を除く前車を対象に、戸袋窓のエッジゴム固定指示化が施行された。 なお、他系列の多くが重整備工事に際して撤去した、客用扉下部の内蔵スプについては、本系列は全車とも存置された。また重整備工事と前後して、全面貫通扉、乗務員扉、客用扉の構成扉への交換が順次、実施されたが、これらは、全車同時期に同内容にて実施されたものではないため、もう3600には、全ての扉を交換した一方で、 もう千六百一も三千六百五十二は乗務員扉が後年まで原型のまま損置され、もう百五十一は後年まで客用扉が木製扉のまま損置されるなど各社で差異が存在した。側窓のアルミサッシ化はもう千六百一のみ施行され、また三千六百三編成及びも三千六百五十二は全面窓のみアルミサッシ化された。 副電圧仕様の3601編成から3604編成は特急運用から撤退した後は各支線区の河川電圧1500ボルト昇圧に際して乗務員の習熟訓練及び昇圧前後における運用車両入れ替えの円滑化に用いらた後1965年昭和40年3月の広見線 八王子線の河川電圧 1500V 小圧をもって、名古屋本線など幹線系統と線路がつながった、四川区の小圧工事が完了したため、1965年、昭和40年中に全編成とも副電圧装置を撤去した。またも3600型は副電圧装置撤去と、同時に主要機器の統一を目的として、制御装置を従来の PB-2A から、 名鉄 AL 社における標準機種である東洋電気製造 ES-568A 電動化無軸式自動加速制御装直列7段並列6段弱め替え G1 段に換装しもう3650型についても ES-568AA の換装が実施された同時期には名鉄におけるクロスシート使用者の標準塗装が黄色がかった クリームストロークリーム地に赤帯を配した二色塗装に改められたことを受け、本系列前車を対象に塗装変更が実施された。もう3650型と編成した区2650、計2651.2652は、車体塗装こそ、編成アイテムも3650型に合わせて、クロスシート車仕様とされていたものの、車内座席は、 原型のロングシート仕様のまま損置されていたが、九百六十九年、昭和四十四年に、客用扉間の座席を転換クロスシートに改装し、仕様の統一が図られた。その後は、九百七十五年、昭和五十年により、全消灯のシールドビームに投下、全面ワイパーの自動動作化、車内照明の蛍光灯化が順次施行されたほか、1979年、 昭和54年にはも3651を除く、電動の台車を7300系の台車乾燥に、際して発生した D18 台車に交換した。また、車体塗装は1970年代半ば頃より、名鉄の保有する鉄道車両の標準塗装を、スカーレット一色塗装とする方針が定められたため、本系列も全車とも、順次スカーレット一色塗装に改められた。 国1650系2651.2652については、1976年、昭和51年に、車内照明の蛍光灯化が施行され、同時に、客用扉に隣接する転換クロスシート系8客を撤去して立席スペース化した。1980年代以降、新型車両の導入によって、AL 社各形式の代替が、 本格的に進められていたが、本系列についても6500系の導入に、伴って3604編成が1983年、昭和58年3月28日付で除籍され、トータが開始された。トータはも3600系、92600型から優先的に行われ、3603編成が1984年、 昭和59年8月20日付で3602、編成が1986年、昭和61年9月30日付で3601、編成が1987年、昭和62年1月11日付それぞれ除籍され、もう3600系、92600型は形式消滅した。もう3650型についても、 1987年、昭和62年3月の国鉄分割民営化で発足した東海旅客鉄道 JR 東海への対抗策として名鉄が実施した新型車両の大量導入によって余剰となり3651編成も3651区26513652編成 も六3652区2652とも1988年、昭和63年1月12日付で除籍された。も千3650系の形式消滅をもって、3600系に属する3形式系重量は全廃となった。廃車後、3600に編成、も三3 6 0 0区2600にのび、解体処分を免れ、過去に、 同編成が運用された、釜凍線の子供の国駅に隣接する、愛知子供の国において休憩所として活用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。